皆さんこんにちは、トマヤです。今日はですね、そろそろ5月になって新しくね、環境変わった学生さんたちがアルバイトをする時期やと思うんですけど、どんなバイトしようかなとか、友達がバイトしようからこの居酒屋のバイト行ってみようかなとか、バーとかもいいなとか、カフェとかもいいな、スタバとかもいいなとか、まあスシローとかね、そういうのも行ってみたいなとかね、引っ越しがいいかなとか、まあいろいろあると思うんですけど、僕全部を経験したわけではないんですけど、個人的に僕がいいなと思ったバイトと悪かったと思ったバイトと、こういうバイトの経験がありますよっていうのを今日はですね、話していきたいと思います。僕ね、転職活動をしたことがあるんですけど、まあ、正社員で辞めて正社員で働くまでの間にこうアルバイトをね、こういうバイトがいいかなとか、こういうバイトも経験してみたいなと思って、たくさんねバイトの経験をしたんで、まあ、他の人よりも喋れるかなと思うんで、高校の時にスシローのバイトとラーメン屋、つなぎの時に派遣会社があるんですけど、1日ごとにどこでも選べる派遣会社があって、そこではネスタリゾート、おもちゃ王国、アート引っ越しセンター、日通、工場5社、例えばサントリーとかね、いろいろあるんですけど、まあいろんな工場行ったりとか、あとね、何個か行ったんですけど、倉庫とかね、いろいろ行ったんですけど、まあ本当に結構ね、他の人に比べたら、将来ね、自分のビジネスを作りたいっていう夢があるので、生活のためのお金を稼ぐ手段をちょっとでも増やしておきたいなと思って、いろんなバイトを経験したんですけど、一番ね、おすすめやったのが、やっぱりね、学生さんたちが多いバイトが一番おすすめでしたね。どうしてもね、社会人重視になると人間関係がね、結構難しくて、大人の人ってなるとね、やっぱり機嫌で動く人が増えてくるので、学生の人とかやったら結構こう学校に近い感覚が多いので、まあ僕はスシローが一番おすすめやったですね。で、はま寿司もバイト経験があるんですけど、はま寿司とかも結構ね、おすすめでした。合う合わへんがあるのかもしれないんですけど、まあ、僕はね、おすすめです。補足をするんですけど、引っ越しはね、場所によりますね。トラック乗って移動するんですけど、ずっとこう横でタバコとか吸われてて、タバコの煙がダメな人は無理だと思いますし、あとは人によっては体力的にしんどくて、もう動けん状態でも結構ボロカスに言われたりとか、まあ本当に引っ越し屋さんはね、当たり外れが大きい場所でもありますね。だからこそ派遣とかね、そういうバイトが多いのかなっていうのは思います。定着率がやっぱり少ないのかなって思うんですけど、まあ人も難しいし、仕事もしんどいし、体に害があるけど人間関係優しいとか、給料は高いけど人間関係が難しいとか、あとはね、人間関係が簡単やけど給料が安いとか、やっぱりね、何かしらこう条件があるので、隠れたホワイト企業っていうのは結構ね、就職するのは難しいなと思うので、そのための目を養うためにアルバイトはもうたくさんね、経験しとった方がいいと思いますし、いろんな人に会っていろんな感覚を覚えると、良い企業を見抜く力とかもついてくると思うので、だから直感をね、磨くためにもいろんな人と会っていろんな失敗をして、でいろんな企業とかバイト先を見て判断できるようにね、なった方が得やと思いますね。人生において、社会人になったらね、40年間働かないといけないわけなので、その40年間を働くためのね、見抜く力っていうのを絶対大事だと思うんで、まあ、そこをね、学生の方は身についてほしいなと思います。僕がそういう目があるかないかって言われると、どちらかがわからないんですけど、生きていく上で将来困りませんよっていう話なので、今のバイト先が嫌やから違った場所を経験してみたいとかね、そういうのがあったらぜひね、行ってみてほしいなと思います。まああくまでね、自分の責任なので、自分が決めて自分がこれやと思ってね、やってほしいなと思います。友達が働いてるからとか、給料が高いとか、あとは自分がやりたいことをね、ぜひやってみてほしいなと思います。まあ、そんな感じで今日はね、僕のアルバイト経験でした。ありがとうございました。おすすめのバイト先とかあったらね、ぜひコメント欄の方にお願いします。あくまで僕の25年間生きてきた中のアルバイト経験なんで、やっぱりね、経験してないことがいっぱいあると思うので、ぜひね、そこは皆さんの力で補足してほしいですね。これいいよとか、これ悪かったよとか、こんな人って困ったとかね、こういう人が良かったよとかね、いろんなコメントしてくれたら嬉しいです。そんな感じでありがとうございました。